あまり前に出るじゃ、後ろから消えろ。止めた。よかった。あまり前に出る。潰すためだけなら代償が大きすぎるよね。七番街の破壊と引き換えの利益か。俺には想像がつかない。コルネオの嘘だよね。だってコルネオだもん。
おそらく発電施設だ。すっごく古そう。魔鋼以前の骨董品だ。いくら神羅製でも動いたら奇跡だな。
水路知ってる。向こう側は7番街だよ。6番街との境目か。とにかく7番街側の扉に入ろう。スラムに繋がってるはずなんだ。簡単ではなさそうだ。あの給水ポンプを目印にしない。迷わないようにしないと。落ち着いて乗り切ろう。うん、そうだね。アイターだ。決めちゃおう。消えろ。寝るわけには。よし、やっちゃおう。いくよ。邪魔だ。ここだ。当てるに決まった。ああ、終わったな。
じゃない。私たちなら余裕。おいしっ、そこ、やっ、先に渡って様子を見る。ダメ、最悪の事態考えちゃう。気持ち分かるよ。七番街の破壊なんてタチの悪い冗談。もし本当でもギリギリで中止になる。そうなる。エアリス、何か知ってるの？ティファ、エアリス、一人ずつ渡ってくれ。了解。先に行くね。うん。も行こう。うん。最悪の事態？うん。どんな未来でも変えられるよ。私、そう信じてる。そっか。そうだね。楽しいことも考えるの。七番街、守ったら。守れたら、上で買い物、どう？例えば雰囲気のある小物や食器を探すの。ティファと？よければ。絶対行く。クラウドは荷物持ち。いっぱい持たせちゃう。俺がどうかしたか？
何でもない。悪いな。いえいえ。